そんな被害者ずらされても困ります。はい、それじゃあいただきまーす。朝まで遊ばんじゃなく気が済まった。置く？おー、うん、あ、コクがある。深い。あ、うまいよこれ、うん、こちらなんですけども、新発売されたジョージアラテニスタというものなんですけども、初めて飲んでみたんだけど、うん、結構美味しいね。美味しいね。こっちとか特にミルク感たっぷりでめっちゃ美味しかった。こっちはビターラっていう方なんだけど、ね、うん、深い感じがした。パッケージ超オシャレじゃない？うん、なんかカフェで買ったみたいな感じだ ね。ペットボトルでこんなオシャレで美味しいの買えるってすごいね、うん、お、はい、どうもアナムチャンネルのアナとハムちゃんです。ということで本日はですね、軽バンで海までドライブしに行って、軽バンの荷台でピクニックをしていきたいと思います。やったー、ピクニック日和で嬉しい。そう、めちゃめちゃ今日いい天気よね。もう春ぐらいあったかい、うん、今日は。はい、ということで今日はさっき二人で一緒に作ってきた手作りのお弁当と、こちらのおしゃれなパッケージのジョージアラテニスタを持っていきたいと思います。はーい、それでは早速やっていきましょう。あれっつらこう。お、すげえ、めっちゃいいじゃん。うわー、いい感じ。こっちの折り目ない？こだわり強めの女ですいませんね。じゃあ今日の手作り弁当をご紹介していきます。はい、じゃあ今日のお弁当を紹介してください。はい、ちょっと潰れちゃったんだけども、開けます。オープン。じゃじゃーん。うわー、いいね、美味しそう。どれが俺作で、どっちがでしょうか。あ、いいじゃん、おしゃれ。海をバックに、こっからの景色めっちゃ良くない、うん、こんな感じです。あー、いいね、気持ちいいね、この時期。気持ちいい、あったかー、うん、じゃあお腹すいた、食べよっか。食べよ。何してるんですか。飾り付け。ひらひら。いいでしょ。別に何も言ってないやん。なんでそんな怒っとん。くだらんみたいな。いや、言ってねえから。こんな飾りくだらんみたいな感じ。そう思ったん自分で。思ってないよ。じゃあ俺何にも言ってないね。そんな被害者ずらされても困ります。これ2本ぐらいで食べようかな。ダメだよ、ゆっくり景色見ながら食べなきゃ。食べた後に景色見るんよ。食べながら見るんよ。ダメな、うん、ゆっくりじゃないと。早食いは禁止。早食いしてハムちゃんのウーバーっていう。ダメよ。見てほら、可愛くできたよ。ほら、いいじゃん、5万円ついいでしょ、うん、おう、これはワッフルです。いいね、おやつじゃん。デザートまである。そうです。なんかカフェ気分じゃ。うん、こんにちは。こんにちは。すみません、一人なんですけども、ああ、なんかハムカフェって書いてあったんですけど、あの、一人1万円ってなってます。あー、はっけー。お、完成。いいね、早速食べますか。どうですか、食べましょう、うん、めっちゃいい。
はい、それじゃあいただきまーす。いただきまーす。いやー、お腹すいた。お腹すいた。うん、おいしい。うん、うまい。あ、うまっ。あ、間違えた。ハムちゃん飲んでしまった。うまと思って、なんか甘いなと思ったら、これはカフェラテの方だった。飲みたいのかなと思って言わなかった。あ、どっちも合う。やっぱパンにはコーヒー系だよね。うん、間違いない。これ綺麗なのハムちゃんじゃろ。これうち。ハムチーツナ。うまい。三口。じゃあユタさんが作ったやつ。これかな。あ、これ絶対ユタさんだ。その切り口が汚いのは俺や。盛りだくさんだ。ポテサラ、ツナ、ハム、チーズ、うん、食べます。はい。うーん、うまし。気持ちいい。めっちゃいい。ポテト最高。お、おいしいですか。魔法かけてますからね。愛情、芋エキス、最悪。なんてこと言うんですか。え、豆が降ったら帰って。でもちょっとだけ豆いいじゃないですか。海もいも久しぶりに来たかったんですか。うん、美味しいですね。ダチョウ美味しいですよ。カットだからね。そこ、え、なんでそんな不機嫌になってるんですか。カットだからね。おお、これ食べていい？いいよ。うん、うまっ。めっちゃ美味しい。はい。はい。おすすめだらけになっちゃう、これ。美味しかった。うまかったね。もうお腹いっぱいすぎる。デザートまでしっかり堪能したい。いやー、天気良くてよかったね。めちゃめちゃ綺麗ですよ。しかも気温もいい具合にあったかいし、ウムブなのに寒くないっていうね。うん、肌寒いぐらい、ちょびっとだけ。あー、もう春やね。このね、ベイサイドビーチ坂はね、いろんな思い出があるな。まあね、まあ、俺自身さ、初めて来たのいつだろう。高校生の時かな。うん、その頃からもうよく来よってね。夜中に砂浜で遊んだり。あ、そうなんや。そう、一回5月ぐらいにね、夜来てね、ゴールデンウィークか、海入ったりしてね。やば、危なーって言って。夜危ないし、寒いし。まあでもちょっと足ぐらい使ってぐらいで。あ、ね、そんな感じとかして。若かったな、あの頃は。休みってなったら、朝まで遊ばんじゃなくて気が済まんかった。何するわけでもないんよ。なんか寝れんのよね。いろいろ悩みがある時とかもいいしね。いつか、年始の時も一人で来てたよね。うん、あー、来とったね、来とったね。あったあった、1月1日に。ハムちゃんと何回か来たけどさ、うん、夜のドライブにも来るし、車中泊もしたし、結構広くて綺麗な海なんよね。そうなんよね。なんかこれ写真撮らない。撮りたい。めっちゃ 日がいいからさ、眩しい。めっちゃ映えるよ。めっちゃほら綺麗、肌が。うん、眠くなってきた。あー、この夕日を浴びながら車に寝て。うん、天気いいね。バッチリ超綺麗。帰るか。会いましょう。いい日だった。うん、ありがとうな。うえっうえっ。あー、気持ちいい。美味しいですか。気持ちいいですよ。